夢の島公園アーチェリー場完成を祝してテープカットを行います。皆様どうぞ。この夢の島公園アーチェリー場でございますが、オリンピックとパラリンピックのアーチェリー会場といたしまして、連日世界のトップアスリートが集って熱戦が繰り広げられる、そんな舞台となることであります。選手の皆さんの活躍は日本だけでなく世界中の方々に多くの感動やスポーツの素晴らしさを伝えてくれることでありましょう。いよいよ来年に迫りました東京2020大会、皆さんと共に成功させて、この施設を多くのアスリート、そして都民の皆様方に末永く愛されるものとしていきたいと存じます。